まんまことです。今回はBGM ね、まあいっかBGM ないけど、やっていきましょう。アイカツの3段を 1,2,3,4,5,6 回やってきました。はい、6回やってきた結果を、報告します。ファインピンク T シャツ、キュートですね。ファインピンクシューズ、キュートですね。2つともブランドがついてます。まずこっちから、パンクプリーツスカート、クールのですね。はい、これは ブロックチェックブラウス、ゴスロリのですね。落ちた。はい、アクセサリーです。ノーマルのアクセサリーですね。ピンキッシュドットリボン。はい、そして出ました、プレミアムです。ゴスマジックシャツ。はい、キラキラしてます。出しましたね、ついに。ということで、今回はちょっと友達と行ったんですけど、やりに行ったんですけど、途中で友達が1回レア出して、で、友達3回やったんかな、そんくらいで。で、まず普通のレアと次のレアがこれだったんで、だいたい今回も前回と配列が変わってなければ前回と同じ5分の1でレアが出るってことになりました。はい、ブランド付きのが結構今回多いので、比較的ブランド揃えるのは楽になったんじゃないかなと思います。アクセサリーがノーマルで出たんで、キャンペーンのアクセサリーが欲しいですね今。はい、とりあえずプレミアム出ました、幸先いいですね。揃えていきましょうか。ではこういう報告をしました。とりあえずね、はい、結果、はい、これです。まあ今回これですね。またじゃあ、今度カードがね増えたら報告しますので、またそれまで待っててください。ご視聴ありがとうございました。また見てください。